せーの。ちょっと俺減量中やから本当に一番ひどいよね。そうそうそう、イメージを正しくちゃんと伝えることができれば、介護っていう仕事はもっともっと人気になる仕事だなと思っているので、この動画は日経新聞テレビ愛知が共同で手掛ける LBS さんで紹介されていた魅力的な企業さんに潜入させていただくという企画になっております。今日は愛知県にあるマッチョな介護士さんがたくさんいらっしゃるという会社で1日体験入社させていただきます。おはようございます。よろしくお願いします。株式会社ビジョナリーの住宅です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はまずジムに行って筋トレをします。いきなりジム行くんですね。そうです、いきなりジム行きます。それでは行ってきます。ということでジムに着きました。じゃあ早速トレーニングの方始めていきたいと思います。お願いします。お願いします。僕らボディービルの大会出るんですけど、8時間勤務のうちの2時間トレーニングに当てれるので、トレーニングジムも無料で使えるのでかなり助かってます。このプロテインも毎月2万円分のサプリ手当が出るので、その手当の中から買ってるっていう感じですね。マッサージが無料ってとこですね。で、僕らは体のケアもやっぱ大事なので、トレーニングしてない人も一般スタッフの方もマッサージ無料で受けれるので、それもかなり助かってます。大会の費用とか移動にかかるお金とか、そういうのも全部会社が負担していただけるので、そこら辺も僕らは気兼ねなく出る。トレーニングを続けたいなっていうのはずっと思ってたんですけど、普通の企業だと8時間拘束があったりして働いて、プラスで残業とかがあると、どうしても平日トレーニングに当てる時間っていうのがなくなるんですけど、ビジョナリーだとトレーニングする上ですごい環境だなって思ったので、そこに惹かれて入社してます。ビジョナリーの代表の岩さんにインタビューをしていきたいと思います。最初に自己紹介の方お願いいたします。株式会社ビジョナリーの代表岩と申します。ユニークなコンセプトでされていると思うんですけれども、はい、社風でこだわっているところとかあったら教えていただきたい。はい、福祉業界で一番の課題はやっぱり人材不足っていうところが課題になっているので、若い子たちが楽しく働ける職場環境を作ろうっていうのが、うん、一番やっぱり僕が大事にしているポイントでして、楽しく働けるっていうのが筋トレとかにつながったのってどういうところ？そうですね、正直何でも良かったんですけど、僕自身も学生時代スポーツをやってきて、団結して何かをやるとか、体を動かして何かやれるとか、そういうことって団結的だなと思っていて、その当時ブームもあったし、僕自身もやっていてとか見ていてかっこいいなと思っていたボディービル競技の子たちのチーム作ったら面白そうだなって、共通の趣味で集まってくる子たちがいると楽しく働けそうだなというイメージができたので、それでやっていこうっていう感じになりましたね。採用に困った時とかに、若い子たちってどういう職場を求めているんだろうみたいな、その時にいろいろ調べたり、街頭アンケートみたいな、取ったりをしに行って、その時にやっぱ聞いたのが、やりたいことが明確にあるっていう子は少なくて、どっちかといえば楽しく働きたいとか、怖い先輩がいないところがいいとかみたいな声がやっぱ多かったので、今オンラインとかで便利な時代ですけど、実際会って楽しく働けるみたいなのをとにかく追求していこうみたいな、そういうところが大事にしてきましたね。お疲れ様です。トレーニング終わったので、介護の現場の方戻って、また仕事の続きをしていきたいなと思います。今から食事の準備をしていこうかなと思ってます。はい、はい、お願いします。失礼します。今日は唐揚げですね。おー、美味しそう。美味しそうですね。失礼します。今日は何を頼んだかな。唐揚げですね。唐揚げですね。からしとタルタルを混ぜて。お願いします。はい。ちょっと俺減量中やから本当に。一番ひどいよね。そうそうそう。
ジでうまそう、本当にいい匂いする。マッチョの介護士の方に介護されてみてどうでしたか？ナチュラルな、なんだろう、安定感がやっぱりあるので、うん、普通の人でももちろん安心に安全にやってはいただいてるんだけど、やっぱマッチョの皆さんのところでパワーがあったりするので、異常であったりとかそういう部分っていうのは安心感があって助かってます。普段マッチョの介護士の方とどんなかかり方されてますか？マッチョの方とも自分自身がやっぱ同年代の人が多いので、うん、なかなか介護士の中で同年代の人たちと関わるっていう場がすごい少ないかったので、うん、自分自身も今まで、うん、そういう意味では介護しながら同年代の話がしたいとか筋肉見せてくれたりとかそういう風な関わりができるっていうのはすごいいいなっていう風に思ってます。正直僕介護の知識とかは全然なくて、介護士って何するんやろうぐらいのとこから入社したんですけど、介護ってものすごい奥深いなっていうので、人とのつながりがすごい大事になる仕事なんで、仕事として魅力的な職業だなっていう風に今感じてます。利用者様とのコミュニケーションとか、相手がもっと頼りたくなるようなコミュニケーションであったり、相手に元気を与えられる人間であったり、こっちがポジティブでないと利用者さんの生活も明るいものになっていかないので、ポジティブでいられるスキルっていうのが介護業界では結構身につくのかなっていうふうに思います。食事終わったんで、今からこの車椅子からベッドに移動していくんですけど、2人でやっていきます、はい、お願いします。お願いします。お願いします。よかった、お前倒すよ。はい、体倒すよ。はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、 OK です。いきます。はい、せーの、よいしょ。もともと介護福祉に携わったことがない方っていうのが非常に多いのが現状なんですね。ってなった時に、まずはやはり介護に触れていただいた時に、結構な割合で自分でもできましたとか、すごくいい仕事ですとかっていう風に言ってくださる方が多いので、利用者さんとの関わりの中で自分が社会に役立っているというか、社会貢献できてる人のためになんか仕事してるんだっていう実感をまず持ってもらうことができるのかなっていう風に思ってます。かつ弊社としては実力主義といいますか、成果を出している人間はどんどんこう上がっていくっていう仕組みがあるので、入社から1年ぐらいで一つの部署のリーダー、施設長みたいなものに任命されている人間もいますし、僕たちベースは福祉の会社ですけれども、福祉っていうものをかっこいい仕事というか明るいものに変えていく、そんな会社でありたいって思っているので、福祉を変えていくために必要な部署っていうのがどんどんできているような状態ではあるので、今私がいる人事部だとか広報部であったりだとか、あと教育部であったりだとか、いいとされるものをどんどん作っていくのが社風なので、キャリアアップする機会っていうのはいろんな方向で力を発揮してもらうところがあるのかなというふうに思ってます。自分が今生きている中でやりたいこと、なりたいことっていうのは多分あると思うんですけど、なんかいつの間にか無意識に諦めてたなっていう人って多分すごくいると思っていて、会社として目指しているビジョンとして、なりたい自分を諦めなくていい世界にするっていうのを定めてるんですけど、ビジョナリー全体で今150名ほどスタッフがいるんですけれども、20代と30代で今 80% ぐらいを占めているというところで、弊社の採用基準として性格のいい人しか取らないっていうふうに決めているので、人間関係というところには非常に自信があるのかなというふうに思ってます。人間関係の良い環境で自分を高めていきたいとか、一生懸命働きたいっていう思いのある方っていうのは、安心して働いてもらえる環境があるのかなというふうに思ってます。あとはやはり現場で働いてくれているスタッフのみんなが非常にいい顔をして働いてくれているっていうところがうちとしては強みで、そういった心の底から出ているような笑顔を見てもらうと、自分もここに入りたい、あ、なんかワクワクするなっていう感覚になっていただけた方が今来ていただけている、そういう入り口で来られた方がまた現場で輝いて、それを見てもらった人がまた来てみたいな、こういい循環にはなってるのかなっていうふうに、はい、思います。ファーストキャリアで介護を選ぶ方って現状そんなに多くはないかなっていうイメージがあるんですけども、そうですね、そんな中でも丹羽さんが思う介護の業界を選ぶ魅力とかって教えていただきたいです。まず世の中の介護のイメージってそんなに良くないというのか、なんか大変だよねとか、なんかそういうことよく言われるんですけど、僕自身も初めは美容師だったんですけど、まあ、この仕事をやってみて楽しかったんです。人の結構深いところに関わる仕事じゃないですか、人生ね、こうずっと寄り添っていくみたいな、そういったところでのやり
りがいっていうのはおのずと感じましたし、最近こう若い子たちの話を聞いてると、昔よりも人のためになる仕事がしたいとか、機械とかロボットとかそういうものじゃなく、自分がやる意味がある仕事をしたいとか、そういうことを耳にすることが多くて、それでいうとすごい僕は時代にマッチしていると思っていてですね、イメージを変えるっていうよりかはイメージを正しくちゃんと伝えることができれば、介護っていう仕事はもっともっと人気になる仕事だなと思っているので、そこをこう担っていきたいなみたいな思ってますね。マッチョなイメージがあるんで、マッチョしかいないみたいな風に思われる方いるんですけど、実際割合的にね、マッチョは 2,3 割ぐらい、全然マッチョじゃない子たちもたくさんいます。ビジョナリーさんの介護士さん、男女比率はどのくらい？今ですね、社員とパートさん入れてちょうど半々ぐらいになってます。じゃあ最後に丹羽さんから学生に向けてメッセージお願いします。はいはい、職場をね選ぶってすごく慎重になると思いますし、大事なことだと思うんですけど、仕事ってすごい一日の中で結構たくさんの時間を費やす部分だとは思うので、楽しめそうだなって思える環境に行ってほしいなと思います。なんかそういうのを大事にして就職先っていうのを選んでほしいなというふうに思っております。皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。本日はありがとうございました。最後に一言お願いします。はい、未経験も多いですし、若い世代中心に明るい職場になってるので、ぜひぜひ皆さんお待ちしてます。今日一日体験入社させていただいたビジョナリーさんの詳細と過去に LBS で取り上げられた動画もあるので、概要欄ぜひチェックしてみてください。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。それではじゃあな。